皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日はスラム奏法を使ったフレーズ小ネタということで、マイケル・ジャクソンのスムース・クリミナル、スクチョク、シュクチョクという曲をですね、弾いていこうかなと思っております。ちょっと鳴らしてみるとこんな感じのフレーズでございます。聞いてみてくださいませ。今日練習するフレーズはこんな感じです。ワン、ツー。こんな感じのフレーズです。いかがでしょうか。まあ、スラム奏法のこの基本的な8ビートとか、まあ16ビートとかが、習得できて、もうちょっと応用的なフレーズ弾きてえなと、もうちょっとこの難しいフレーズねえかな、みたいな感じの脱初心者的な難易度のフレーズでございます。まあ、ちょっとね、ミュートが大変なんですけども、まあ、頑張ってやってみましょう。もしそのスラム奏法まだやったこと全くないよっていう方はですね、概要欄の方に基本の8ビート、基本の16ビート、まあ、その動画載せておくので、そちらをまず練習していただいた方が何かとスムーズなんじゃねえかなっていう感じはするんですが、まあ、そんなこと言わずにガッツあるぜ、やってみたいぜという方はですね、チャレンジ精神あふれる方はぜひチャレンジしてみていただけたら幸いでございます。まず左手のコードの確認からいきましょう。5弦の開放、人差し指で4弦の2フレット、これ A コードって言うんですけども、 A コード、この2本をブーンと弾くんですが、ミュートをねしっかりしたいんですよ。人差し指の中で1弦2弦3弦がしっかりミュートされている状態、人差し指の中でしっかりこの1、2、3弦をミュートする。人差し指がちょっと押さえちゃってこんな感じの音が出ちゃったりとか、うまく触れてなくて開放弦の音がこんな感じで出てしまったりしないように軽く触ってる状態を作りましょう。で、余ってる中指で6弦もミュートします。なので右手が全部の弦をブルブルブルと弾いても、全部の弦を弾いても6弦出ない、5弦出る、4弦出る、で3、2、1弦は出ない、まあ、こんな感じの状況を作っていただけると、いいのかなっていう感じがします。次のこといきます。次、人差し指で5弦の2フレットで、小指で4弦の5フレット、これ G on B っていうコードなんですけども、この時も人差し指の中で1、2、3弦を見ると、中指で6弦を見ると、してください。で、その次、人差し指を狭めて5弦の3フレットと4弦の5フレット、これです。これ C コードです。で、同様に人差し指の中で1、2、3弦のミュート、6弦のミュートをしっかり行ってください。で、最後にちょっとね、少しだけね、変化球でこの小指はそのままで、人差し指がですね、6弦の3フレットに移動します。小指はそのまま、人差し指で6弦の3フレット、小指で4弦の5フレットのまま。G4BC 変化球。こんな感じです。で、これを、リズムつけてちょっと鳴らしてみましょうか。まずこんなフレーズを弾きたいです。こんな感じ。まず A コードを2回バンバーで弾くんですけども、ポイントとしてはですね、1回目はね、スタッカート、音を短く切りたいんですよ。ジャージャーじゃなくて、ジャッジャー。どういう風に切るかっていうと、 A コード1回バンって弾いたら、使ってない中指薬指とかをパタンと閉じてですね、中指薬指で全部の弦を触って音を止めるっていう動作を行うんですね。じゃで、2回目は逆に伸ばします。じゃんじゃーん、 A をじゃんじゃーん、じゃんで、ちょっとカッティングっぽくじゃんじゃーん、じゃんじゃんじゃん、ジャッジャーツツジャジャーかな、ジャッジャーツツジャジャー、人差し指中指、中指と薬指がミュートをして、ジャッジャーツツ、中指薬指が全部の弦を軽く触っていてツツの音が出ると、ジャッジャーツツジャジャー。で、 A コードの AA ツツ AA が終わったら、次 G4B に行きます。ジャッジャー、ここも1回目軽くスタッカートします。でも人差し指と小指をね、この押さえてる、応弦してる指を離せば音が止まるので、こっちの方がいくらか簡単かと思います。じゃっじゃーん。で、また、じゃっじゃーつつと入れるんですけども、その次ちょっと変化球です。
人差し指を離して5弦を開放にして、この5弦の2フレットにハンマリングします。開放から G G ツツチャンチャンツツダラン、でダラといったら、先ほど C コードを人差し指と小指で押さえたんですけども、ここ中指でいきましょうかね。3弦の、あ、5弦の3フレットが中指で、小指が4弦の5フレット、中指と小指で C コード弾きます。でまた C コードをジャッジャーツツで、ジャッジャーと2回弾いたらツツを2つ入れて、人差し指の5弦の2フレットから中指にハマリング。でその次は G4B を弾いたら中指で6弦の3フレットいきます。ダードで、ダードエーダードエー、もう一回ゆっくりいきますね。 A コード2ついきます。 A A ツッツ A A で、その次 G4BG4B G4B ツッツ、ここ難しいですね。5弦を開放にしつつ他の弦をしっかりミュートする。で人差し指で5弦の2フレットにハンマリングをして、中指で5弦の3フレットいきます。 CC でまた G4B に戻って、 G4B から中指で6弦の3フレットダードツツエー、こんな感じです。でこのフレーズに右手を合わせていきます。右手は基本的にあの16分音符のスタイルですね。ドンツクトコツクドンツクポコツクドンツクポコツクドンツクポコツク。一応説明させていただきますと、7個の手順があります。1個目、バスの音とダウンストロークをするバスストロークで、2つ目はダウンストロークをして、3つ目は親指でアップストローク、トンツクトンツク。この3つ目アップ、親指のアップストロークをしないと次のこのスネアが打てないので、必ず親指でアップストロークします。トンツツパンで、このパンは、4個目の動作、スネアですね。4つ目、スネア。で、スネアを打ったら、かき上げて、アップストロークをして、かき上げてアップストロークして、ダウン、アウト。トン、ツツ、スネア、かき上げ、ダウン、アップ。バスストローク、ダウン、親指、アップ。スネア行ったら、かき上げて、ダウン、アップ。トン、ツク、パカ、ツク、トン。で、これに、さっきのフレーズを合わせます。ゆっくりやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。あ。こんな感じです。ちょっとね、厳密に言うとね、2回目以降はその A コードがシンコペーションするのでね、ちょっとこのパターン変わるんですけども、ちょっとこの耳で聞いて確認をしていただけたらなと。1回目はね、A、A、つかたか、G、G、つかたか、C、C、つだらだと、A、つくだ、つかたか、つくだ、つだと、つくだ、だだだだだ。で、さっきはそのね、A、A、ツツ、ダダ、A、A、ツツ、ダダ、ツツは2個っていう話しましたけどね、ちょっとこう、2個、厳守するのが難しそうだったら、まあ3個でも、あ、1個でもいいと思います。A、A、ツタタタっていうことですね。A、A、ツタタタ。こんな感じです。
な感じの、フレーズです。いかがでしょうか。まあね、右手のスラム奏法何がしっていうよりもね、単純にこのカッティングフレーズを合わせてるだけなんでね、なんかスラム奏法の応用ってなると、ちょっとこう違う感じもしなくもなきにしもあらずですけれども。でも僕がやってるこのスラム奏法のスタイルって、本当に右手とか左手、あ、右手に関しては本当にずっとこの基本のリズムを繰り返して、ほとんどカッティングのフレーズって感じなんですよね。それにこのハンマリングとかを絡めてちょっとねパーカッシブな要素を出したりとか、前もちょっと動画の中でみたいなこともやりましたけども、まあこういうのとかですね、基本的に右手がやっていることはそんなに変わらないっていうね、そんな感じだったりとかするので、まあカッティングがある程度できる方にとっては割と簡単にできるんじゃないかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、もし難しいところとかですね、なんかもっとこの辺教えてくれとか、こういうのもやってくれみたいな感じのリクエスト、ご意見、その他もろもろありましたら、お気軽にコメント残していただけますと幸いでございます。じゃあそんな感じで今日の動画を終わりさせていただきましょう。本日はスラム奏法の小ネタということで、スムースクリビナルの弾き方でございました。お疲れ様でございます。ぜひ、覚えていただいて、何か友達とかに何か弾いてって言われた時にですね、バシバシと使っていただけたら幸いでございます。そんな感じで終わりにさせていただきましょう。今日も練習お疲れ様でございました。ありがとうございます。最後にお知らせでございます。私、萩沢勝成、神奈川県相模原というところでギターレッスンなどをさせていただいております。対面でも大丈夫ですし、相模原遠くて行けないよという方もですね、リモートで、スカイプでレッスンとかもさせていただいておりますので、まあこういうスラム奏法とかね、カッティングとかで分かんないことがあって、ちょっと聞きたいなとかって思っていただけたら、一回だけのレッスンとかも全然大丈夫ですので、よかったら概要欄の方からチェックいただけますと幸いでございます。ではそんな感じで終わりさせていただきましょう。最後まで動画残しておいてございました。さよなら、グッバイ、じゃあね。